ラウールがパリコレにモデルとして出演、メゾン三原康弘のランウェイに。スノーマンのラウールが、パリ現地時間6月21日に行われた、メゾン三原康弘、メゾン三原康弘。2025年春夏コレクションのショーに出演し、ランウェイモデルとしてウォーキングを披露した。ラウールは、2023年1月の、幼児山本プールオム、幼児山本プアオム。2023から24年秋冬コレクション以来、パリファッションウィークにて2度目のモデル出演。今年に入ってから本格的にランウェイモデルとしての準備を重ね、今シーズンのメンズファッションウィークは複数のオーディションを受け、負傷兵の出演に至ったという。デザイナー三原康弘が手掛けるメゾン三原康弘のコレクションタイトルは、ペルソナパート5。ラウールは、短丈のニットに2着をドッキングしたような仕立てのデニムジャケットとワイドパンツ、そして薄く色が入ったサングラスを合わせたルックでランウェイを歩いた。